本日は元 K1 スーパーライト級王者であり現 K1 ウェルター級王者でもある野入雅昭選手が元 K1 選手の K1 批判に対して反論とも取れるコメントを残していますので、そちらについてまとめていきます。平本蓮選手は7月13日ツイッターにて要約して読み上げます。来週篠原辰樹選手のセコンドで K1 に行くんだけど、俺のおでこのタトゥーをガムテープで止めろと言われた。外国人にはタトゥーの制限はないのに日本人だけ隠す理由がわからない。プロの興行として考えたら K1 の全選手よりも今ならパンちゃんの方が試合のアクセス数はすごいと思う。 K1 の運営だと正直飯も食っていけないしエンタメもわからないから、俺やアンポや木村のようなはぐれ者は結局ライジンに集結してしまったなどとツイートし、 K1 の体制に対しての不満や K1 はエンタメを分かっていない、お金を稼げないと K1 に対しての批判的なコメントを残しております。さらに元 K1 スーパーライト級王者でもあり2021年9月には野入雅昭選手と対戦し KO 負けを喫しているアンポルキア選手は過去に K1 に対してK1 はファイトマネーが安い、自分に見合うファイトマネーではないなどと K1 のファイトマネーや待遇に対して批判的なコメントを残しておりました。そんな中、プロキャリアのほとんどを K1 グループにて活動している野入雅昭選手は7月16日エンカウントのインタビュー内にて元 K1 ファイターたちについて語り、いろいろと事情があり K1 を辞めてしまうのはわかります、 K1 のファイトマネーが安いとかそういう意見もありますけど、それは目先のことを考えてるなって思いますね。ファイターの人たちにも生活がありますので、ファイトマネーはとても大切だとは思うんですけど、ライジンや他団体に行ってそこで知名度を集めたかっていうとそういうわけでもないと思うんですよ。 K1 という大きな団体ブランドの中で注目をしていただいて、それがあるからこそライジンや他団体に移籍ができていると思うので、 K1 を見下すのは良くないなって思いますよね。 K1 を辞めて他団体に移籍する選手たちはその場では K1 への感謝の気持ちを述べていますけど、いざ移籍したら後から K1 の悪いところを言ったりする人もいるじゃないですか。それはおかしいだろって僕は思っていましたね。元 K1 ファイターの人たちが元 K1 選手という肩書きで試合に出れたりするので、そんな人が K1 を悪く言うのは得をする人が一人もいないと思うんですよ。仮に僕が K1 を辞めて他団体に移籍して K1 の悪口を言っても得をする人は一人もいないじゃないですか。僕は今だって K1 は憧れのリングだと思っています。16歳の頃に K1 甲子園に出場して今の僕がいる。僕はいつになっても K1 選手なんですよ。武尊選手は K1 を抜けましたけど K1 が世界最強だっていうことを証明するために戦ってくれています。そういう気持ちが大切だと思うんですよ。事情があって K1 選手を辞めるのは分かりますけど、 K1 で戦わせてもらった、知名度を集めさせてもらったっていう感謝の気持ちがある。自分自身も K1 がなければ今の自分はないと思っています。一生 K1 ファイターですし、これからも K1 の強さを証明していきたいと思っていますなどと語り、元 K1 ファイターであり現在では他団体で活躍する選手たちにも K1 があったから今の活躍ができているとし、古巣である K1 の裏口を言うのは良くない、感謝の気持ちを持った方がいいと熱く語っております。この野入雅昭選手の発言に対してファンの中では、影響力とか知名度とか言ってる弱メンタル男たちとこういう本物との差が開きすぎてて、現状やっぱワンに行った方が強いやつとやれるとは思う、 K1 運営も他の選手もこんな選手がいてくれてるんだからマジで頼むぞ、選手は K1 に出る意味を考えてくれ、野入選手はずっと新生 K1 でいるべきだろうなという気持ちと、日本の怪物である野入選手が世界の怪物が揃っている1の選手たちと同じ舞台に立ったらどうなるんだろうという気持ちが、実際野入選手はどう思っているのかな、 K1 に来るならやるよなのか、1に乗り込みに行くよなのかなど、野入雅昭選手に対して称賛する声が多く寄せられております。注目の集まる野入雅昭選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。